え、量が強くない？うまそうってか一人前多くない？サムギョプサル版ヘウンデか。ヨロニョピーボーイです。また珍しい場所に来ました。今日の待ち合わせ場所は代々木公園駅前。はい、おしゃれやね。みんな上京してきた日みたいな気分。スウェットで歩いたらちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。そんなところでね、今日も変わらずに韓国料理を食べますけれども、ここがね、噂によるとね、サービスがやばいらしいんですよ。予約ができないお店なので、もうオープンの16時にもうダッと入っていこうというふうに。なるほど。どんなすごいサービスが待ち受けてるのか確認しに行きたいと思います。マジでみんなループ乗って歩いてる。ここまあもうね、結構メディアでも紹介されてるから知ってる人も多いと思うけど、本一遊戯公園から来たけど、まあ渋谷からも来れる奥渋ってとこですね。まさに俺ここが奥渋だと思ってなかったぜ。俺も縁がないぜ。韓国料理のさ、初心者に立ち返るとさ、なんかいいサムギョプサル屋さんないみたいな話ってよくありますよね。はい、はいはいはい。まさにここがそのお店にふさわしいっていうか、サムギョプサルがやっぱメインなんだけど、はい、これですよ。1人前1180円で安くね。安いよね。安めか。え、待って待って待って。え、それつくのかな、わかんない。さすがにちょっとバンちゃんみたいな顔でついてくる。まあそれ以外にも基本的にメニューの数がめちゃくちゃ多いという。お、幅広だ。じゃん、早速。早っ。おお、たっぷりくれる。おかゆ、おかゆですか？これおかゆです。つけだれの種類すごい、ね、しょっぱなから、なんかもういろいろ頼もうと思ったけど、サムギョプサル頼んだだけでもうこうなります。パンパンになりますね。おかゆが出てくるのすごくない？なんか海鮮屋じゃないのに出てくるの珍しいかも。こういう塩味うまいよな。わー、卵。そうですね。わー、あ、今さ、こんな卵が出てきたわけですよ、はい、お粥に突っ込んで食えと。うーん、トモコスタイルだ。トモコや。しかし置く場所がなくて焦る。やっそー、やばい、肉が来た。おー、え、量すごくない？うまそうってか。え、あっという間、ちょっと早すぎて全然撮影が追いつかんかったけど、手際良すぎる。良すぎる。でも、これ、テイクアップするの軽くない？ああ、まあまあ、え、早っ。はい。やっぱりこれ、サムギョプサルのセットに向けた。セットついてる。ちょっと見たら、ついてくる。これは、これ、これ、良くしかない。わー、てか、このさ、トンタン頼んだけどさ、うん、うまそう。いやー、クオリティいいですね。おもろいなー。うん、やばいやばい。うまい、うまい、うまい、食べよう、食べよう。量、え、すごい。ご飯もらっていいですか？はい、待って待って、一人前で多くない？やばい、どんどん食べないとテトリスみたいになってる。いいですか？いいですか？はい、入れてください。うーん、めっちゃうまい。本当うまいな。しっかりしてる。うわ、おー、卵がゆ地味にいいな。あー、それ全治油だよね。孤独のグルメみたい。うめえ。結構ジンズってその遠慮しないで食べれる環境、テンション上がるよ。あー、浅いキムチ。うめえ。いらっしゃいませ。これは塩で、これがもみだれ。普通のサムギョプサルよりもグリル感がすごくない？あ、わかるわかる、うん、やっぱこのネギをたくさん入れるとさすがにうまいんですよね。肉がどんどん美味しくなる。うまっ。うまっ。これなんすか？これマイクです。わ、こんなのも焼いてくれるんだ。すごい。
これもサムギョプサルのセットについてるんですか。はい、すげえうまそう。これサムギョプサルセットにこんなもやし野菜ついてるのは初めて見た。絶対うまいね。これ全く追いついてますね。そうだね。これ食べていいってこと。そうです。こんなにもう次々と食べれるものが来ちゃうの。だって入って何分今。注文してから18分。早っ。サラリーマンの昼休み行ける。この店舗。うんま。ちょっとキャンプ場でも食べてください。っていう。サムギョプサル版ヘウンデか。これ何のセンターだよ。大好きな味だ。これなんだ。刺身、俺が当てるから。ジャガイモ、蜂蜜がコーティングされてるんだ。これ一番撮影大変な店だ。これ目まぐる。どれがもみだれ、どれが塩なのか分かんないけど、多分手前がもみだれ。これね、これもこれでうまそうでしょうね。もみだれなんだけど強すぎないから、下味ぐらいだからあれだよ。つけて食べていい。なるほどね。あ、でもこの感じだと全部塩でいいかも。サムギョプサル。ああ、分かる。塩美味しいね。美味しい。塩で頼んで味付けいっぱいできるから。ああ、別に他のフレーバー頼まなくてもって感じだ。塩美味しい。ネギが十分うまいから。これ美味しいよね。これがめちゃくちゃうまい。これだ。これとこれでご飯やばいだろ。うん。タレ何がいいんだろうね。うわ、ジロー、サムジロー。ウーバーイーツでよくありそうな。ありそう。別にこうやんなくてもいいんだけどね。もやしでサムギョプサル食うって多分なくない。もやしめっちゃ好きね。なんか新鮮だよね。うん、はぁ。シギがさ、ついてくるって結構異常なサービスですよね。やっぱ汁物は1個あるだけで全然いいっすよね。わぁ、うめぇ。しっかり美味しい。全体的に結構味がキャッチけど、ちゃんとしっかり美味しい。わかる。だからさ、俺に襲ったのに具入ってないのに、めちゃくちゃ海鮮入ってんじゃん。あの最後に全部あったよ。下に転がった。え、いる。こいつのシーフードもさ、好きじゃないの。店に入って、注文してから37分ぐらい。1時間も経ってないのに、気分はもう終盤です。一番早いかも。本当に2倍速で収録してるよ。うん、お店のサービスのスピードに圧倒されて黙々と食べざるを得ないから、回転が早そう。予約できなくても結構並べばすぐ入れそうな気がする。店員さんの気合がすごい入ってて、テンション上げられる。無理やり勝手に上がる。これグーンって上げられる。シャスシャスイメニューたくさんあってさ、何位頼もうかなみたいな、やっぱ最初そう思ったけど、サムギョプサル一択。サムギョプサル一択でいい。やっと気持ちの平穏も取り戻して喋、うん、れる状態なんで何でも聞いて。サムギョプサルとかけましてイスラム国と解きます、うん、はい。その心は。どちらも、三段が得意でしょう。うおすごっ。ごっさむしー。ごっさむしー。おすごい。1時間でした。ちょうど長居してるようなお店ではなかったね。座った瞬間さ、うん、複数の店員がさ、ババババババって言われてる。そう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 、 F1 のピットに。いや本当そう。本当それや。サービスがやばいって冒頭話したけど、速さもそうだし質もそうだし美味しかったし、うん、んで最後出る時ね、はい、パック、サイダー、チョコパイ、韓国海苔、一人一個ずつ全部くれたからね、これみんなに、はい、手が足りないよ。帰りもうね、5時の段階でもうめっちゃ並んでたよね。もう道の反対側まで並んでる。だからほんと去って食べるんだったら4時くらいに来るのがいいし、5時以降は結構並ぶの確保した方がいい。そうだね。たまには
東京最速のサムギョプサル食べに行くのもいいなんちゃうか。バイオン。高学歴 YouTuber は2分でサムギョプサルを完食します。高학력 YouTuber는 2분의삼겹살을다먹습니다이쇼고 YouTuber는